こんにちは、クリッカートミーです。ホンダのフラッグシップツードアスポーツ NSX にハイパフォーマンスモデルタイプ R が設定される可能性が高いことが分かりました。すでにアメリカで特許を取得しているようです。入手した情報をベースに予想 CG を制作しました。フロント、サイド、リアウィングのブラック塗装部にすべてカーボンを使用。フロントはライトを囲むよう大型 LED デイタイムランニングライト、前面に押し出した上部グリルバーを配置しました。また両サイドの吸気口のデザインもシャープなイメージに。フロントからサイドには大型アンダースカートを装備、サイドのアンダー部分にも大型の吸気口を設け冷却効果をアップ、ハイパフォーマンスを遺憾なく発揮できるデザインに仕上げました。注目のパワートレインは NSX GT3 に搭載されている 3.5 リットル V 型6気筒ツインターボエンジンをブーストアップし、最高出力は650馬力まで高められると予想され、トランスミッションは急速 DCT と組み合わされます。しかし現段階でハイブリッドシステムの搭載は微妙のようです。ワールドプレミアは2019年、発売は2020年が有力で、販売価格はレクサス LFA に迫る3000万円から3500万円程度が予想されています。